右のストレート効いていないとアピールするのみ。49対48、青阿部ジャッジ。49対47、青阿部ジャッジ。何度もチャンスにいただいているくらいというのは自分に足りてないものがたくさんあるかなと思います。実力だったりフィースだったり可愛さだったり記録だったり人間性だったり協調性だったり、どないですか、どないですか、もっとあるんですけどね、うん、そういうとこいろいろ足りないですよ。頭もちょっと大変なんですけどね、まあ、そういうとこですかね。それぞれを振り返ったというか、まあ、両方を踏まえてやっぱりお互い、うん、なんですかね、相手のペースに巻き込まれてしまってずるずると自分のペースをつかめずに負けてしまったっていうすごい気持ちいい思いました。そうですね、前回ナミオさんにお会いしていただいたときに0-0のところだったんですけど、あまりにも見せ場のお互い見せ場のままでつながらせる感じがスカレーさんにほぼ勝っとくる制裁を受けたんですけども、今回は、まあ、絶対決着がつくししかもイベントも勝っているということなので、今回も白くしてはっきりと白をつけて取ります。お互いに多分同じこと言ってると思うんですけれども、本当につまらない試合しちゃったなっていうのがあって、もう試合直本選手がやった試合直後からもうすぐ本選手とまたやりたいっていう思いがずっとあって、で今回タイトルマッチっていうこともあってすごい楽しみです。右フライドのベルトは私が取る、そうかな、私が取るかな、あげないよ、ピンクのベルトは絶対私の方が似合います、取りに行きます。